佐藤すみかです。太ももがキュッと引き締まる体操をお伝えします。太ももがもう最近タプタプしててもうなかなか細くならないんですという、私のですね整体サロンにお越しのクライアントの方からお悩み相談受けることがあるんですね。でその時にお伝えしているのは原因があるんですよっていうことです。まず一つ目、原因がですね、その下半身の血行が悪くなっているっていうのがね、原因なんですよね。で、そのことで結局、その水分代謝が落ちてしまって、その太もも周りがこうタプつくということになってしまうんです。なので、その下半身の大きな筋肉にしっかりと刺激を入れてあげることで、その水分代謝を上げていくことが解決策なんです。それでは今から3つの手順でお伝えしていきますね。はい、それでは手順の1つ目です。仰向けになっていきます。この時両手両足は大きく開いておきましょう。そして両膝を立てていきます。はい、では次に手順2つ目です。肩甲骨は床につけたまま、そして足の裏はしっかりと床につけたまま行います。この状態でゆっくりと腰だけ上に上げて、そこで16カウントキープします。では一緒にやってみましょう。では行きましょう。ゆっくりと腰だけ上げて16カウント数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、数え終わったらゆっくりと腰を下ろします。はい、それでは手順の3つ目です。両手両足を大きく開いたまま伸ばします。ゆっくり目を閉じて、ゆったりとした呼吸でリラックスしましょう。10秒間今から続けます。はい、10秒経ったらゆっくりと横向きから起き上がっていきます。はい、では今お伝えした3つの手順を1セットとして、あなたのペースで2から3セットチャレンジしてみてくださいね。この動画を繰り返しご覧いただいて、繰り返しチャレンジしていきましょう。そして太ももをキュッと締めていきましょうね。もしこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。